皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本は独特な文化を持つ国とみなされることが多いですが、宗教観もそのうちの一つです。日本人は生まれて神社にお宮参りをし、結婚の時は教会で西洋の神に誓いを立て、死んだら仏様から戒名をもらってお寺でお葬式をあげる。多くの人がこういった一連の儀式を習わしとして取り入れています。キリスト教徒がほとんどいないにもかかわらず、ほとんどの日本人がクリスマスを祝うのも外国は不思議に思うことでしょう。このようなことから、外国人から日本人は無宗教だと言われることもあれば、八百万の神を信じる多神教だと言われることもあります。西洋では神は唯一絶対の存在ですが、日本人はありとあらゆるところに神を見出し、例えば木一本にも神が宿ると考えているのです。今回は過去にネット上で取り上げられていたある外国人が語った神の存在についてのエピソード、そして後半にはお稲荷様を祀る伏見稲荷大社のある画像が海外のネット上で話題となっていましたので紹介いたします。まずは過去にネット上に投稿されたエピソードを見ていきましょう。友人のジョンは信仰心の強い南部生まれで、ジョンの実家も当然熱心なキリスト教徒だったようです。週に一度の礼拝は家族みんなで行き、欠かしたことがないんだとか。でも家族はみんな熱心だけど、ジョンだけはこの週に一度の礼拝がとても苦手だったようです。その理由はというと、上の方から見られてるから。教会の天井よりもっとずっと上、えらい高いとこから誰かがこっちをじーっと見てるのがわかる。それもとても威圧的で厳しくて、見張られているように感じてやたら緊張したそうだ。やたら厳しい教師とか警官とかにじっと見つめられてる居心地の悪さを10倍にしたくらいの視線が始終上から降り注いできて、怖くて怖くてたまらないのだとか。ジョンにはとてもストレスで、両親に相談もしてカウンセラーにも通ったそうだけど、全く効果はなし。ジョンが大人になってもまだ怖さを感じたそうです。彼はその後必然的に教会から足が遠のいていくことになり、逃げるように故郷を出て無神論者みたいに振る舞って生きていた。そんなジョンが仕事の都合で日本にやってくることになった。仕事の打ち合わせが早めに終わって時間が空いたので、せっかくだからと近所を散策していたようだ。そこは緑に囲まれたいかにも公園らしい場所。ジョンは湿気の多い日本の夏に大量の汗をかきながら、一休みしようと目についた木陰のベンチに腰を下ろした。するとふと涼しい風が吹いてくる。ああ気持ちいいなと目を閉じた瞬間、彼は何かを感じたそうだ。横に何かがいる。とても大きくてゆったりと呼吸している動物みたいな気配を感じる。それはこちらを意識しているけど、視線を向けるでもなく、のんびりと寝そべっているようなリラックスした気配なんだとか。ジョンが言うには、ものすごくでっかい犬を連想したらしい。子供の頃からずっと見てきた教会の上にいたものと似てるけど何かが違う。教会は同じ場所にいるとじっとり汗が出てくるほど緊張するのに、こっちの何かはえらくのんびりしていて全く怖く感じない。自分のことを睨んでくるでもなく、ただ横にいて、暑いだろ、まあ休んでいけよとばかりに涼しい風がそっちから吹いてくる。あっという間に汗が引いて目を開けると、
そこには小さな建物があった。建物の左右に石でできたトーテムが立ってて、白い獣がこっちを向いていた。そう、お稲荷様の神社だったんだな。ジョンはもう青天の霹靂みたいな気持ちで、今までの人生がひっくり返ったような衝撃を受けたそうだ。冷たく厳しく睨んでくるやつばかりだと思ってたら、優しくのんびり寄り添ってくれるものに初めて出会った。全くお高く泊まっているわけではなく、よそ者の僕を昔から知ってる友人みたいに歓迎してくれたんだ。そんなの好きにならずにいられないよ。ジョンはそれからほどなく再来日して、今も日本に住んでいる。大きな休みが取れると、各地の神社仏閣を回っているようだ。まだ一度として、この国では厳しいものに会ったことがないんだとか。投稿は以上のような内容となっていました。ジョンは日本で出会ったその神様と相性がとても良かったのですかね。気持ちいい風が吹いてきたということは、歓迎されたということのような気がします。お稲荷様に限らず、日本の神様はニュートラル。あなたはこうあるべきではなく、いろいろ大変だろうけど、まあ頑張ってよくらいのゆるいスタンスです。こういったゆるさや懐の深さがジョンにはしっくりきたのでしょうね。昔からずっと人々に深く根付いた信仰で、現代においてもたくさんの人々からお参りされたり、お祭りが行われたりと身近に感じる人も多いお稲荷様。日本に初めてお稲荷様が登場したのは西暦711年、山城の国不時に旗のイログがお持ちで作った的に弓を当てたところ、そこに宿っていた神霊がお持ちを白鳥に変化させ、近くの稲荷山に飛び降り立ったところに稲が実ったという餅と白鳥の伝説が残っているようです。本来は穀物、農業の神でありましたが、時代が下って商売繁盛、産業交流、家内安全、交通安全、芸能上達の守護神としても信仰されるようになっていきました。現代の都会でもお稲荷様はビルの裏にひっそりと祀られていたり、地方の大きな農家であれば必ず小さな祠があったりと、日本で最も広く信仰されている神の一つであります。伏見稲荷大社で撮影された写真が海外で話題に。日本全国にお稲荷様をお祭りする稲荷神社は約3万社もあるといいます。全国各地で老若男女を問わず親しまれており、その中の総本社となっているのが京都市の伏見区にある伏見稲荷大社。そして伏見稲荷大社は外国人から脅威の支持を受けています。その証拠としてホテルや観光地スポットに関する口コミを紹介するトリップアドバイザーから2018年の世界中のユーザーから選ばれるトラベラーズチョイスの日本部門で堂々の1位、世界でも24位となっており、その人気ぶりがよくわかります。伏見稲荷大社というとやはり千本鳥居が有名ですが、他の見どころの一つに7神石が挙げられます。神石とは神様のお静まりのところにかつてあった祠の跡で、そのような場所が稲荷山に7つ存在することから7神石と呼ばれているようです。そんな伏見稲荷大社の7神石の一つである御剣社、長者社で撮影された写真がまるで異世界のようだと海外の人の間で話題となっています。話題となっていた写真はこちらになります。この写真に対して海外のネットユーザーから様々な声が寄せられていましたので、一部紹介いたします。海外の反応。
ここって実在する場所なんだよな。俺にはゲームの中の世界に見えちゃうんだが。なんという圧倒的異世界観。このような神秘的で不思議な場所を見るのはとてもエキサイティングだ。日本人からは今も残っている伝統的な文化や建築物を何が何でも守っていこうっていう強い意志が感じられるよね。そのうち俺も絶対行く。何百年も前の世界にいる気分に浸れそう。伏見稲荷大社は私のお気に入りの神社なんだ。今まで3回行ったことがあるけど、100回以上はまた行くつもり。美しくてシンプルなところなんだ。京都で訪れた中で一番の神社だったよ。日本には数えきれないほどのお寺があるけど、ここは本当に静かでナイスなんだ。山を登ったり、無数の鳥居をくぐったり楽しめたよ。京都に行ったら必ず訪れるべき。もし伏見稲荷大社に何度も行って見飽きたという人は、ぜひ夜に行ってみてほしい。一人じゃない方がいいかもしれないね。階段を登るときにちょっと不気味な感じがするかもしれないから。それか、イノシシに遭遇する可能性もあるよ。でも夜に行くとかなり不思議な体験ができるんだ。僕のおすすめな場所は石清水八幡宮。京都府の南にあるんだけど、京阪本線の石清水八幡宮駅の近くにある。だから伏見稲荷と合わせたら行きやすいと思う。ここは侍にとって最も重要な神社なんだ。男山の山頂にあるんだけど、ケーブルカーが出てるよ。ほとんどの人が最初の鳥居をくぐり抜けたところで満足して止まっちゃうんだけど、その先も絶対に行くべき。ものすごく美しくて、とても静かな場所なんだ。伏見稲荷大社は特に入る時に規制があるわけではないようで、深夜でも自由に出入りすることができるようです。伏見稲荷大社は稲荷山に広く分布しているので、24時間入山可能になります。パワースポットや冥界の聖地などとささやかれている伏見稲荷大社ですが、夜間の伏見稲荷大社は昼間のとは空気が全く異なります。夜に一人で行くと不気味で心細くなりそうですが、複数人で行ってみるとまた違った雰囲気を楽しめそうですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。